今日はですね、大阪の河内長野かなにある、奥河内黒麻呂の里という、道の駅向かっております。左手にあるみたいなんですけど、どこから入るのか、300メートル先左方向、出てましたね、ここか、ここやな。はい、左折します。ここを左、なんだかようやく来たって感じ。すごい、まだ疲れた、すごい疲れた。府道218号に入ります。ではここを左折、左折です。言えへんか、でも左折ですって。で直進です。あ、直進や、直進です。はい、直進です。田んぼ、綺麗な田んぼ。車、単車どこやろ、止めるところ。人いっぱい来てるな。あそこやね。はい、左方向です。どこに止めるんでしょうか。右手に川がありますね。はい、はい、目的地は左側です。はい、目的地は左側。はい、南河内黒麻呂の里、単車止めるとこあるでしょうか。あ、奥にないか。こういうとこは結構ね、二輪置き場があったりなかったりなんでね、他に止めてる人もいないし、どこやろ。ここは車椅子、あ、あったわ、二輪置き場ありました。はい、ぐるっと回って二輪置き場に到着。おーっと、自転車、ここやな。よし、はい、到着しました。どこやろ、あそこ、こう、建物ありますね。あ、チェックインさんか。地の駅アプリでチェックインしましょう。ここやな。OK、チェックインしました。あ、出てますね。ちょっとアシスティブタッチが。映ってるかな。黒麻呂の里。はい、チェックインしました。今日はね、秋冬物に変えてきました。インナーは暑いので外してます。はい、下はいつものコメのジーンズです。じゃあちょっと行きましょうか。はい、おにぎりを持ってきました。ちょっとじゃあ探索に行ってきます。これはバス停か。はい、資料歴史学週刊文化園、花の文化園総合センター、ここやな。スタンプはこの中にあるかな。うん、ちょっと行ってみよう。早速スタンプあったわ。うん、ありますね。そういうわけで、相変わらず、スタンプを押す紙はありませんので、はい、ちょっと出しましょう。じゃあちょっと持参してきた紙を出します。まあスタンプ台を
スタンプ帳を変えたことなんでしょうけどね。はい、じゃあ行きます。あ、レンジャー、おさね、これなんやろ、これなんか違う感じの、ちょっと押しとこう。あ、押すね。名産品がありますな。芋ソース、芋ソースって何やろ。ということで、ちょっとあっち行ってみようか。結構な数の車ですよね。まだできて間もない、間もないって1年経ってるもんな。あ、トイレあったわ。トイレがありました。ちょっとまだお昼食べる時間には早いなぁ。明日かて来るで。だって、ちょっとじゃあ、中入ってみますか。こっちかな？うん。まあ、うん、いつもの道の駅ですね。駅や。90円。えらい安いな。干し柿やって。はい、まあ普通の、感じでした。サムネはどこで撮るかな。ちょっとここで撮れるかな。こう止めさせてもらうっていうのもありかな。邪魔にはなってならないよね。もうすぐ12時なので、ちょっとあれかな、ご飯食べるか、おにぎり食べる場所あるかな。ちょっと移動しておにぎり食べよう。ちょっと三脚代わりに見ていこう。まだ空いてる？早く行かないとお昼時なのでね。1個空いてるかな。おじさん出て行ったわ。ちょっとあそこ座らせてもらおう。じゃあちょっとここに座らせてもらおう。はい、行きます。これはモッシュ。モッシュってあります。秋冬のジャケット買いに来ました。これインプレッションはしゃあないんですけど。次はこちら、串柿の里行きます。はい、じゃあちょっとね、サムネ用の写真を撮りに行きましょう。さっと撮りましょう。タイトル用にあれやね、あのスペース開けとかないとあかんから、それも考えた上での撮影となります。やっと、ちょっとさっきの場所に戻ろうか。一応、サムネイル用の画像はこれで、まあ確保できたかなと
どういう編集にするかちょっとまだ決めてないんだけど、結果、おにぎり、食べる場面が、まあ、映せたんで、久々のおにぎりツーリングということで、その体で、編集しようかなと思います。では次の場所ちょっとなでてみよう。近くにまた新しい、道の駅ができたみたいなんで